皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。今回は鋼の錬金術師のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。今我々が持っているのは、戦場への片道切符だ。勝っても負けても、後戻りはできない。なぜなら、諸君らには本作戦終了後も、大総統となる私のもと、国家を立て直すという大仕事が待ち受けているからだ。となれば、諸君らが守るべき命令はただ一つ。死ぬな！以上だ！ということで今回解説するのは鋼の錬金術師の登場人物、ロイ・マスタングだぜ。イケメンね。ということで解説していくぜ。ロイ・マスタング、鋼の錬金術師の登場人物で、アメストリス軍の大佐を務めてる軍人だぜ。同時に国家錬金術師でもあり、二つ名は炎だぜ。部下たちからは主に大佐と呼ばれ、他にも彼を知る者たちからは炎のや炎の大佐など様々な名称で呼ばれてるぜ。名前の由来はアメリカの戦闘機 P-51 マスタングだぜ。1885年生まれで、連載開始時は年齢は29歳で物語の途中で30歳になってるようだぜ。歳についてはちょっと気にしてるらしいわね。冷静でつかみどころのない性格だが、一方で非常に女好きだぜ。普段から女性に対し社交的に接しつつ口説いたり、時には軍部の電話を介して目当ての女性と長電話をしたりなど職務怠慢な態度を振る舞ってるぜ。江戸を気まぐれでからかうお調子者なところもあるが、江戸と割と同レベルで口喧嘩をする面もあるぜ。そういった姿は対外的に作った表向きの人物像に過ぎないぜ。何か目的があるの？内心では現在の国を変えるという強い意志と信念を秘めて、自らがアメストリス大総統の座につき、軍の全権を掌握することを狙っている野心家だぜ。そして、そのためであれば女好きの遊び人を装って周囲を巧みに欺きながら、その裏で自らの思惑を周到に進める狡猾な策士でもあるぜ。野心家ではあるが、その目的が国の安寧のためであり、悪人というわけではないぜ。江戸のことを助けたりもしてるし、どちらかというとお人よしよね。他者への情は厚く、部下たちとの信頼関係も強いぜ。普段は突っ放ねるような冷たい態度を取ることもあるが、仲間の危機には自らを顧みず危険に身を投じたり、普段の冷静さを失って劇場をあらわにすることもあるぜ。そして何があっても仲間を見捨てることは決してしないぜ。また、仲間と接している時や追い込まれた時や過去編などでは生真面目で青臭い理想家な青年としての一面を見せることがあり、これが本来の素の彼と言えるぜ。マスタングの仲間たちの一枚岩っぷりはすごいわよね。その青臭さや情ゆえに判断を間違ったりためらったりすることもあり、作詞としてもまだ成長途上であることがわかるぜ。だが、そういった未熟かつ甘さの抜けない部分も含めて多くの仲間たちから愛され信頼されてるぜ。イシュバール殲滅戦では大きな戦果を得ており、ゆえにイシュバールの英雄と呼ばれてるぜ。イシュバールの内乱についてはマスタングも民間人を多く殺すことになったことからトラウマになってるようだぜ。ただ、若くして出世してることもあってか、軍上層部からの風当たりは強いぜ。まあ、若いうちに出世したらよく思われないのはあるあるよね。ちなみにマスタングは大総統になったら女子全員の軍服をミニスカにしようと考えていたらしいぜ。まあ半分本気、半分冗談といったところかもな。明確な出自は不明だが父方のおばにあたるクリス・マスタングを養母として彼女の元で育ち、青年期にはリザ・ホークアイの父親の下で錬金術の基礎を学んでたぜ。リザの父親は非常に優秀な錬金術師で弟子のマスタング曰く、その気になれば国家錬金術師にも容易になれたはずとのことだぜ。でもリザの父親は錬金術の軍事利用を心よく思ってなかったのよね。錬金術師よ、大衆のためにあれという錬金術師の基本理念を重視する人物だったぜ。それゆえに同様の信念を持つ他の多くの錬金術師たちと同じく、国家錬金術師を軍の犬と呼び否定していたぜ。それに対してマスタングは死の教えに同調しつつも、彼とは対照的に、軍に属することも民衆のために繋がるという思いから死の反対を押し切って士官学校に入校するぜ。こんなことしたらますます溝が広がるわよね。これによって死からは事実上破門されてしまい、彼が完成させた秘伝を直接伝授されることはなく、その後間もなく彼は病で死亡してしまったぜ。だが、死の忘れがたみであるリザがマスタングの志を信じて彼女の背中に掘られていた錬成陣を解読することを承諾するぜ。そして死の秘伝である炎の錬金術を会得し、その力と知識でもって国家錬金術師資格を取得して炎の錬金術師となったぜ。マスタングの錬金術は死の秘伝から学んだものだったのね。彼の錬金術の研究手帳は女性とのデート予定表に見えるように書かれているらしいぜ。彼は能力の都合上、雨に弱く、雨の日は無能とか言われてしまっており、ギャグやジョークとして使われることがあるぜ。
イケメン風の見た目に本編の活躍ぶりから、作中のキャラの中でトップクラスの人気があるぜ。公式人気投票では毎回エドに負けてて2位に甘んじてるけどね。2003年版では基本設定が同じだぜ。だが、この時のマスタングは銃がトラウマになってしまってるぜ。終盤では準将へと昇進を果たし、最終決戦ではダイソーとオタクにてプライドことブラッドレイと対決したぜ。追い詰められるが、最終的にブラッドレイの弱点であるドクロを手に入れたことで焼き殺したぜ。その後、満身創痍で外に出た瞬間にメカアーチャーに左目を撃たれ失明してしまうぜ。2003年版でも目を失ったのね。エピローグではリザと仲良く買い物をしてたぜ。2003年版の続編のシャンバラを行く者では自分の意志で五丁に降格した後、極北での警備任務をしてたぜ。終盤に援軍として参戦し戒めを解いた炎の錬金術で鎧軍団を一掃し、五丁なのに注意たちを指揮していたぜ。最後はエルリック兄弟の援護に回り、飛行船への道を開いたぜ。個人的な感想なんだが、マスタングの声は2003年版の方が好みだぜ。ハガレンはほとんど旧作から声が変わってて好みが分かれるわよね。ということでここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。リザとは昔からの付き合いで事実上の副官だぜ。マスタングの仲間の中でも特に共にしてる描写が多いぜ。どこからどう見ても相思相愛なんだが、作者によると結婚すると色々なしがらみのせいで上司と部下ではいられなくなるとのことで未だ結婚していないぜ。マスタングは副官としてリザのことを高く評価してる描写が多いぜ。この二人の組み合わせは人気が高いぜ。理想の上司と部下の関係よね。ヒューズとは士官学校時代からの親友だぜ。イシュバールの内乱を機にお互い志を共にするようになってるぜ。普段はヒューズに対して雑に接してるマスタングだが、ヒューズは陰ながらマスタングに協力してるぜ。マスタングと同じチームというわけではないが、裏で彼をサポートしていたぜ。それゆえにマスタングはヒューズが死んだ時は誰よりも悲しみ、涙していたぜ。マスタングの私のサポートをすると言ったくせに私より上に行ってどうするというセリフは悲しかったわ。エドとは犬猿の中で会うとほぼ確実に言い合いになってるぜ。これはマスタングが大人げないというのもあるが、それ以上にエドが生意気な態度をとってることが大きいと思われるぜ。ある曰く、同族嫌悪とのことだぜ。だが、マスタングはエドに進むべき道を示してるし、お互い協力することも多く、本心から嫌い合ってるわけではないぜ。エドのことは鋼のと呼んでるぜ。鋼のはあだ名みたいな感じになってるわよね。アルに対してはそこまで嫌悪感を持っておらず、アルフォンスと名前で呼んでおり、嫌味な感じで接することもないぜ。むしろアルはマスタングに感謝しており、エドほど険悪な関係ではないぜ。そうね。ケインヒュリー、バトーファルマン、ハイマンスブレダ、ジャンハボックとそれぞれ抜きんでた長所を持つ有能な部下を複数見出して自らの直属としたぜ。彼らとの絆は深く、お互い助け合ってるぜ。マスタング、リザと彼らを含めてマスタング組と呼ばれてるぜ。マスタング組は強固な絆で結ばれてて敵に恐怖することはあっても誰一人裏切らなかったわよね。アームストロングとは成り行きで協力することが多かったぜ。終盤ではヒューズに並ぶぐらいの協力者になっていたぜ。二人ともイシュバールの内乱でトラウマを持ってたのでアームストロングはマスタングの考えに同調していたぜ。グラマン中将とも関係は良好らしいな。彼の主な対人関係はこんな感じね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。彼が持つ炎の二つ名の通り、火を自在に操る錬金術を得意とするぜ。原理としては燃焼の三要素である、燃焼物、酸素、点火源を錬金術によって生成することで爆炎を起こすというものだぜ。具体的には対象を燃焼物とし、錬金術で酸素の濃度を調節し、そこに錬成陣の書かれた八角で作られた特殊な手袋で指鳴らしを行うことでその摩擦で火花を起こして点火してるぜ。八火手袋なんて呼ばれ方もしてるわよね。この発火手袋は強い摩擦で火花を発する特殊な布で作られた手袋だぜ。正確に言えば発火させる錬金術ではなく爆発が起こるよう待機条件を整える待機操作とでも言うべき代物であり、あくまで爆発は延長線だぜ。これを点火を兼ねた錬金モーションの指パッチンだけで炎を出すんだから恐ろしい錬金術だぜ。この指パッチンで火を起こす動作はかっこよく、多くの小中学生を虜にし、指パッチンを真似した人も多かったぜ。ウプ主もマスタング好きだったからめっちゃ真似してました。攻撃系の錬金術の中でも破格の威力を誇るぜ。というか強すぎで、マスタングはこの炎の錬金術で多くの敵をほふってるぜ。やけどの規模や震度の調節、一撃必殺の爆炎、回避しにくい上近距離でも自爆しないピンポイント射撃なども可能にしてるぜ。発火手袋が使えなくても血で錬成陣を書いて炎を発生させたり、ライターを使って大きな炎を発生させることもできるぜ。
また、傷を負っても焼いて無理やり塞ぐことも可能と応用性も高いぜ。マスタングの経験値あっての制度だが、それを差し引いてもぶっちゃけチートだぜ。冗談抜きで強いわよね。また、空気を操作して相手を窒息させることも可能らしいが、戦闘では使い勝手が悪いのか戦闘で使う描写はないぜ。弱点はその性質上、水との相性はすこぶる悪く、発火布が濡れたり湿ると点火源である火花を出せなくなり、この能力を発揮することはできないぜ。特に雨天下での戦闘は完全に無力化されるため、部下から無能の烙印を押されてショックを受けるという場面があったぜ。雨の日は無能と言われるゆえんね。ただ、手袋そのものが湿っていなければ問題ないらしいぜ。それに大量の水があれば水素爆発を起こせるため、一概に水に弱いとは言えないぜ。水素爆発を起こせばむしろ威力は増すぜ。そもそも水によって炎が使えなくなる原因が発火布が濡れて使えなくなる以上に、空気が湿気って導火線代わりの空気中の塵を燃やせなくなるからというのが大きいらしいな。ああ、雨粒程度の水分量では水分解できない上に大気が湿気ってるから雨の日だと火が出せないわけね。まあ、いずれにしても雨の中での戦闘は不利だぜ。戦闘では炎の錬金術を使ってるが、何も炎の錬金術しか使えないわけではないぜ。比較的若いまま国家錬金術師になれるだけあって、戦闘転用こそしないが専門外の高度な錬成もそつなくこなすことができるぜ。江戸ほどではないにしても割と万能なのね。また、軍人なだけあって銃の扱いもそれなりに長けてるぜ。それに錬金術の性質上、近接格闘はほとんど行わないが、江戸とそれなりに渡り合えるだけの近接格闘術はあるぜ。射程、威力、攻撃範囲、命中精度のすべてにおいてトップクラスの戦闘能力を持ち、特に遠距離戦と範囲攻撃においては間違いなく作中に登場した味方陣営の普通の人間キャラ中でも最強と言っていいぜ。ホムンクルスであるラストを焼き殺し、エンビーも焼き殺す寸前まで追い詰め、ゾンビ軍団も焼き殺してるぜ。人柱の中で最も厄介と言われるほどの強さよね。最終決戦では強制的に真理の扉を開けられて人柱にされたことで両目の視力を奪われてしまったぜ。だがその代わり、エルリック兄弟同様に手合わせ錬成が行えるようになり、これによって錬成陣なしでも強力な錬成が行えるようになってるぜ。また、大佐になってるだけあって作戦指揮能力も高く、現場を指揮することも多いぜ。マスタングの能力の解説はこんな感じね。ということでここからは彼の劇中での活躍を話していくぜ。お願いします。序盤はラストを焼き殺す活躍を見せていたぜ。そして、最終決戦の約束の日に程度たちが苦戦していたゾンビたちを一掃した後、ヒューズの仇であるエンビーと激突することになるぜ。憎しみのままにエンビーを攻撃し、絶命寸前まで追い詰めるぜ。この時のマスタングの怒りは聞き迫るものがあったぜ。だが、リザにこのままではいけないと止められ、エドにも止められたぜ。憎しみに任せて相手を殺してしまうようでは国を率いることなんてできようはずもなく、スカーにもそのことを指摘されたぜ。マスタングにとってエンビーとの戦いは自分の中の憎しみとどう向き合うかを描いた、彼の将来を左右する重要な場面だったと言えるわね。仲間たちが止めたことでマスタングはエンビーに対する憎しみを抑えたぜ。それでも憎しみを煽りまくるエンビーだが、彼の声は周りのものを虚しくするだけで、何よりもエンビー自身を虚しくするだけだったぜ。最終的に江戸に悟されて心が折れたエンビーは自害する形で幕を閉じたぜ。この時、自害したエンビーに対してマスタングは卑怯者と吐き捨ててたぜ。その後は人柱にされるのよね。ブラッドレイによって拘束され、無理やり真理の扉を見せられ、代償に視力を持っていかれたぜ。父は完全に復活してしまうも、リザがマスタングの目になったことで父との戦いに参戦し、父の力を削るのに貢献していたぜ。最終的に父は倒され、戦いは終わったぜ。視力を失ったことから大総統になることを一時は諦めようとしたが、マルコーからイシュバール人をはじめとした多くの犠牲者を救済することに尽力することを条件に彼が持つ賢者の意思を譲られ、それを代価とすることで真理から視力を取り戻したぜ。その後はどうなったの？その後は順調に昇格し大総統となったグラマン率いる新政権の下で新たな軍部上層部の一員として活動してるぜ。ちなみにアニメのエンディングではヒゲが生えてるが、これは原作のエンディングのコマでマスタングがヒゲが生えてるように見えてしまっており、それをそのまま鵜呑みにしてしまった結果らしいぜ。これでマスタングの解説は終わりね。総括すると彼は野心家だが、国を思う人物と言えるぜ。鋼の錬金術師の顔の一人と言えるな。そうね。ということでこれでロイマスタングの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。